サンルイス・オビスポは、アメリカ合衆国カリフォルニア州南部サンルイス・オビスポ、軍の都市である。太平洋岸セントラルコーストに沿い、サンフランシスコとロサンゼルスの中間にある。1772年に設立され、州内でも最高級の町である。地元では、スロー、スロータウン、SLO、またサンルイスとも呼ばれ、ダンビューターによる、全国地理書、繁栄によれば、 アメリカで最も幸福な都市とされてもいる。サンルイス・オビスポ軍の軍庁所在地であり、カリフォルニア州立ポリテクニック大学が市内にある。2010年国勢調査での人口は45,119人であり、2000年国勢調査時点より2.1%増加している。サンルイス・オビスポとはスペイン語で、死境の生類という意味である。 1876年のサンルイス・オビスポ、サンルイス・オビスポとなった地域に最初に住んだ人類は、チュマ種シュ族インディアンであり、紀元前5000年から1万年の間ごろに近辺に住んだとされている。最も初期の集落は、サンルイス・オビスポの南にあり、河口が今よりも内陸にあり、海面が高かった、関心を前期の地形を反映していた。チュマ種シュ族は、 セントラルコーストのイリエアワンで海洋資源を採取し、ロスオソスやモロクリークにあったものなど、集落のネットワークで生活していた。1769年にガスパルデ・ポルトララの探検隊がこの土地を通過した。熊が多かったので、この一帯をロスオソスと呼んだ。1772年に、 フランシスコ海の重視する聖人であるトゥールーズ司教の聖類の名を冠したミッションサンルイス・オビス・ポデトロスの建物の建設が始まった。メキシコ独立後、1834年にミッションは通常の小教区となり土地は払い下げられてランチョが成立した。アメリカ合衆国によるカリフォルニア征服当初。 サンルイス・オビスポは無法者の土地として悪名を響かせていた。サンルイス・オビスポにはかつてパーム通りやチョロ、通り近辺に急成長するチャイナタウンがあった。太平洋海岸鉄道やサンルイス・オビスポとパソロブレス、パソロブレスとカンブリアとをつなぐ道路を建設するために中国系アメリカ人のアー・ルイスが中国から労働者を連れてきた。 1884年から1894年には、サザンパシフィック鉄道を通すために、クエスタ山脈を通すトンネル工事もあった。チャイナタウンは、アー・ルイスの店など、中国人が所有経営するパーム通りの事業周辺に形成された。今日、ミー・ヘンローのチャプス移転がこの文化で唯一の名残であり、チャイナタウンの再活性化が企画されている。 この時代の記念品となるものがいくつか、かつてチャイナタウンがあったところに建設された駐車場の1階に展示されている。サンルイス・オビスポ歴史協会にも移りゆく時代の展示物がある。車文化の高まりとともにサンルイス・オビスポはアメリカ国道101号線やカリフォルニア州道1号線で人気のある立ち寄り場所だった。その人気のゆえに1925年に 世界最初のモーテルである、マイルストーンモーテルができた。サンルイス・オビスポ郡歴史博物館、元は、カーネギー図書館サンルイス・オビスポの歴史的、建造物の中には、モントレー通り696にある元、サンルイス・オビスポ・カーネギー図書館がある。この図書館は1900年代初期に、カリフォルニア州の142の図書館を設立した。 アンドリュー・カーネギーから1万ドルの資金を得て1905年に建設されたものである。ロマネスク様式のこの建物は、ワトソンビルの建築家 WH ウィークスが設計し、サンルイス・オビスポの建築業者、ジョセフ・マリノが建設した。WH ウィークスが設計したカリフォルニア州の多くの公共建築物と同様に、近くのロムポックやパソロブレスにある。 カーネギー図書館と同じ様相を呈している。サンルイス・オビスポのカーネギー図書館は1955年まで私立図書館として機能し、その後パーム通りと諸通りの角にできた新しい公共図書館に機能が移された。1956年以降はサンルイス・オビスポ郡歴史博物館となっている。このカーネギー図書館ビルはアメリカ合衆国国家歴史登録材に 登録されている。サンルイス・オビスポ市内の最大かつ、最古のボランタリー組織は、サンルイス・オビスポ商工会議所であり、軍内でも最大かつ最古である。この商工会議所は、独立非営利法人として、その1400人の会員の需要に応えている。105年以上にわたって、サンルイス・オビスポ地域の経済的健全性と、 会員の繁栄のために献身してきた。サンルイス・オビスポは、北緯35度16分27秒整形120度39分47秒、北緯35.27417度整形120.66306度、35.27417-120.66306に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 市域全面積は10.8平方マイルであり、この内陸地は10.6平方マイル、水域は0.18平方マイルで、水域率は1.66%である。サンルイス・オビスポは、アメリカ西海岸のセントラルコーストに位置する。太平洋は、市の西約11マイルにある。市のすぐ東側には、サンタルシア山脈がある。 サンルイス・オビスポは地震動が活発な地域にある。サンアンドレアス断層など近くには多くの断層が存在する。丘の連なりであるナインシスターズが市内を一部通っている。地質学的には眼形として注目に値する。9つの峰のうち6つは民衆のレクリエーションに公開されている。カリフォルニア州立。 ポリテクニック大学とサンルイスオビスポシの360度パノラマ写真。ポリキャニオンの頂上から撮影。中央にセロ・サンルイス・サンとビショップ・ボーン。下方にポリテクニック大学ビショップ・ボーンからセロ・サンルイス・サンを望む。2006年9月と2007年3月に撮影したものを合成。暑い季節と寒い季節における植生の違いは。 地中海性気候の特徴である。サンルイスオビスポは、冷涼な地中海性気候にある。年間で、計測可能な降水がある日は、平均50日であり、大半は冬季に降る。夏は、外して暖かく、日照に恵まれる。朝は、太平洋岸からの霧に覆われる。冬は、外して温暖だが、氷点下まで下がる日が平均して4日ある。 年間を通じて気温は幅広く変化し、1月や2月に、下肢80度まで上がることも稀ではない。いかなる種類の嵐も稀である。ただし2009年10月に冬には、早い強力な嵐が起こり、市内に8インチ近い雨を降らした。以下は2009年の推計による人口統計データである。サンルイスオビスポ市は、自治体化された、都市であり、 サンルイスオビスポ軍の軍庁所在地でもある。試験賞では、市政委員会、市長、シティマネージャー方式を採用している。2年任期で選挙され連続する4期を超えて務める、ことを制限される1人の市長と、4年任期で選挙され連続する2期を超えて務めることを、制限される4人の市政委員によって統治されている。 消防署三類スオビスポシ消防署は1872年に設立されており、現在は45人の常勤消防士と4つの駐屯所がある。3名の二次救命処置消防車中隊と4名の二次救命処置トラック中隊がある。毎日の格闘番で少なくとも1人の救急医療団員が配置されている。 年間で4500件の電話呼び出しに応じている。またバイクの救急医療隊もあり、ファーマーズマーケットなど市内の特別行事の時に使われている。消防署の4人は特別機動隊のメンバーでもあり、軽い救急装置などを積んだ救急車を使って反応している。著名な条例1990年6月市政委員のジェリー・ライスが、 屋内の公共スペースすべてで喫煙を禁じる条例を提案した。この条例の成立を阻止しようとした RJ レイノルズタバコカンパニーの試みが失敗した。あと、6月19日に市政委員会は4対1の表決で条例を可決した。市長のロンドゥニンのみが反対だった。この結果、8月2日に公共建築物すべてで喫煙を禁じた。 世界初の都市になった。その範囲には、バーや、レストランも含まれた。この条例が、世界的に禁煙法を広げるきっかけとなってきた。2010年4月、その半喫煙条例を強化し、特定の条件を除いて、すべての公共空間に拡大した。これは6月20日に実行になった。1982年、市政委員会は、 公聴会を行った後で、ドライブスルーの店の建設を禁じる条例を承認した。この禁止のために、イン・エヌ・アウトバーガーは、近くのアタスカデロの街にレストランをオープンした。2008年、市政委員会は3対2の評決でこの禁止条例の延長を可決した。市内で最初のファストフード店であるマクドナルドは閉店した。1982年、 市はガソリンを売る店でアルコール飲料を販売することを禁じる条例を可決した。ただし、条例の成立前から販売していたサウスヒゲラ、通りのモービルのガソリンスタンドのみ適用除外とされた。しかし、2004年に3対2の表決で、この禁止条例の廃止を決めた。2010年4月、規則に従わない集会を規制する条例が反対もほとんどなく、 市政委員会の評決も4対1で可決された。この条例では、私有地で20人以上を集め、一定範囲の近隣に少なからぬ混乱を招いた、のに700ドルの過料を課すものである。違法行為には過度な騒音による、妨害行為、公共の場での泥水未成年へのアルコール供与、喧嘩、公共の場での放尿、庭や速道あるいは通りを溢れさせる群衆。 その他類似する違法行為が含まれている。カリフォルニア州議会では上院の第15及び下院の第33選挙区に属している。連邦議会下院ではカリフォルニア州第23選挙区に属し、クック投票動向指数では民主党プラス9となっている。2010年時点で州の上下院は共和党議員が連邦議会は 民主党議員が務めている。サンルイス・オビスポの経済は、まさに脱工業化経済である。サービス産業経済に分類することもできる。政府が、サービス産業に分類するものは、軍内の雇用数の38%に上るが、実際のサービス産業はもっと大きなものである。政府機関の雇用数は、軍内の20.7%であり、 これもサービス産業に分類できるものである。金融、保険及び、不動産業もサービス産業に分類できる。サービス産業と小売産業を合わせると、軍内雇用数の75%になる。製造業の雇用数は、軍内の6%足らずである。市中心街は、丁寧に回収されたミッションサンルイスオビスポでトロサを、中心にしている。ここには、 多くのえりすぐりの店やブティークもある。新しい中心街ショッピングセンターが近年追加された。コートストリートセンターとダウンタウンセンターは全国チェーンの店舗を入れている。学生、観光客及び住人などにとってこの地域の主要な魅力はハイキング、カヤック、サーフィン、ウィンドサーフィン、ダイビング、セーリング及びカイトボードなど数多いアウトドアスポーツである。 1990年の映画、マイブルーヘブンは、市内の商業地域で撮影された。2003年以来、市内の南西部にはいくつかの大型ショッピングセンターが、開発されてきた。靴小こ売店のタッケンズシューズが市内に本社を置いている。サンルイス・オビスポ市の包括的年間財務報告書2009年版によれば、市内の雇用主トップ10は、以下の通りである。 カリフォルニア州立ポリテクニック大学芸能センター市内の公立学校はすべてサンルイスコースタル統一教育学区が管轄しており小学校7校、中学校1校、高校1校が含まれている。市内には私立の小学校2校と高校1校もある。市内には公立のカリフォルニア州立ポリテクニック大学があり学生数は2万人近い。 金号にはコミュニティカレッジのクエスタカレッジもある。サンルイスオビスポ市内にはサンルイスオビスポ郡地域空港があり、民間利用といくつかの主要都市への商業便を利用できる。アムトラックがサンディエゴ市からのパシフィックサーフライナーの北側終着点として、またコーストスターライトの停車駅として毎日旅客列車を運行している。アムトラックの列車は 北のサンフランシスコ、オレゴン州ポートランド、ワシントン州シアトル、南のロサンゼルス各市を結んでいる。グレーハウンドの事務所が市内にあったが、2009年3月12日に閉鎖した。ただし、市内のレールロードアベニューにある乗り換え停留所から、グレーハウンドを利用できる。公共交通機関としては、 市内全体に運行されるスロートランジットのバス便と、軍全体に運行されるスロー地域交通の便がある。アイノーリーで公共輸送機関の利用を奨励しており、他にも自転車などが使われている。スロートランジットの利用者は、Google トランジットを使って旅行計画を立てることができる。スローカーフリープログラムでは、オンラインで、 バスの時刻表や自転車用地図、割引運賃、宿泊及び見どころなど、車なしで休暇を楽しむための手続きを一つのオンラインサイトでできるようにしている。アメリカ国道101号線とカリフォルニア州道1号線が市内を南北に貫く主要道路である。北はサンフランシスコ、南はロサンゼルスまでセントラルコースト沿いの都市とをつないでいる。この二つの道路は、 市の南部まで道路を共有して入り、北に進むと、修道1号線が海岸部の諸湾に向かい、国道101号線は内陸部をパソロブレスに向かう。修道227号線は国道101号線の代替道路として、市内から南のアロヨグランデに向かう。交通手段としての自転車の利用が増加している。 ビルロールマン自転車ブールバードは自転車優先となっており自転車用信号で自動車とは分離された形で交通の流れに乗ることができる毎週開催されるファーマーズマーケットの時はサンルイスオビスポ群自転車連合が無料で自転車専用整理係を出している2007年アメリカ自転車愛好者同盟から自転車に優しい地域社会のシルバーレベルに指定された 市は、中心街に3階建て駐車場を運営している。中心街の通りは日曜休日を除き、パーキンメーターで管理している。市の革新的なラックスウィズ・プラークス計画では、中心街の駐輪場を増やし、駐車による混雑を減らしている。マドンナイン・マドンナインは、土地の有名なランドマークである。1958年にアレックス・マドンナによって建設された、 この建物は、外観が奇抜なことで有名である。1940年代から、あるアールデコ町のフレモント劇場では、現在も、大スクリーンで冬切り映画を上映している。主劇場の壁には、壁画があり、天井には、ネオンサインで光を旋回できる。パーム劇場は、太陽熱暖房が施され、サンルイスオビスポ国際映画祭の会場になっている。 風船ガム通りというものもある。1960年頃から、人々が噛み終わったガムをこの通りの壁にくっつけてきた。サンタローザ通りとパシフィック通りの角にある院は、著名建築家、フランク・ロイド・ライトが設計した数少ない商業ビルの一つである。元カーネギー図書館で現在は、サンルイス・オビスポ郡歴史博物館になっている建物がある。 ナインシスターズミシシッピ川より西では最大級であるマルディグラのパレードが市内で開催されていたが群衆の制御とアルコールの消費に関する問題が起きて近年は中止になったカリフォルニア州立ポリテクニック大学のオープンハウスであるポリロイヤルは1933年から1990年まで毎年開催されていた1945年に 食料問題のために中断されたことがあった。この行事は学生が自分たちの計画を見せ説明する機会として始められた。その期限は1904年に開催された農民大学とピクニックバスケットにあった。1980年にはポリテクニック大学がカリフォルニア州立大学システム19校の中で最も人気のある大学になったのでポリロイヤルは 州内から10万人以上の観客を集め、1985年には12万6千人にもなった。コンサート、パーティーなど他の娯楽要素が追加され、毎年死には300ないし400万ドルの収入になった。1989年のポリロイヤルの間に、キャンパス街のアパートで消防動画起こり、1990年の行事から無期限に中止された。 1989年4月28日と29日の2番に起こった暴動で逮捕者127人、負傷者100人以上、警官の負傷者14人を出し、被害総額は数十万ドルに上った。キャンパス近くの主店キャンパスボトルがアルコールを要求する酔っ払いに破壊された。2日目の夜は1日目をしのぎ、 キャンパスで開催されたコンサート会場やキャンパス外のパーティー会場を出た人々が酔っ払って通りに溢れ出した。ドゥニーニ市長はこの出来事をサンルイスオビスポ市の歴史で最悪の事態と言った。翌月曜日にドゥニーン市長と大学の学長ウォーレン・ベーカーが会談し、ポリロイヤルは無期限中止とされた。ポリロイヤルという名前は2001年の オープンハウスプレゼンツポリロイヤルに引き継がれたが、学生と不敬のための行事として、スケールが小さくなった。市内では他にもいくつかの行事がある。例えばオリンピック聖火リレーの寄り道、ツアーオブ、カリフォルニア自転車ロードレース、シンコでマヨの祭り、毎年6月のモーツァルト祭、長く続いているクリスマスパレードなどである。その他に、有名なワイン産地となった。 エドナバレーの開発がある。市の南部、車では、短時間の距離にあるいくつかのワイン醸造所では、午後のシーンを楽しむことができる。このワイン生産地は北30マイルのパソロブレスから、南70マイルのサンタイネスまで広がっている。夏の毎週金曜日、遊国、市民や観光客が、ミッションプラザで行われる、無料屋外コーンサートに集まる。 この行事は、コンサート・イン・ザ・プラザと呼ばれている。その他注目すべき行事として、サンルイス・オビスポ国際映画祭、フェスティバル・モザイック、よびプレイヤー・フェスティバルがある。市内のヒゲラ通り、オソス通りとニッポモ通りの間で毎週木曜日午後6時から9時まで、ファーマーズ・マーケットが開催されている。この行事があるときは、自動車が締め出され、屋台では、 食事や物品を販売し、様々な美術家や音楽家が公演を行う。2000年6月から毎月第1木曜日には、バイクハプニングが行われている。ファーマーズマーケットが終わると、人々はミッションプラザに自転車を持って集まる。その後交通法に従いながら、中心街の主要通りを何度も周回する。この催しは、人々が、 自分の自転車に戻り喜びを乱すことを奨励する、興味と社会生活の組み合わされたものと考えられている。毎回一つのテーマがあり、参加者はテーマに沿ったコスチュームを着用する。市内の文化行事は、カリフォルニア州立ポリーテクニック大学キャンパスに建てられている、クリストファー公園芸能センターが一つの中心になっている。この建物は、 地元の事業家や個人の寄付で建設された。このセンターには当初からあるスパノス劇場などいくつかの会場がある。ハーモンホールは1300席で最大である。ここでは高校やカレッジの催しが行われている。地元のアーティストが劇、音楽及びダンスを公演している。このセンターができたことでよそからも訪れる芸能人がおり、 それらは、サンルイスオビスポのような規模の都市としてはあまり見られない、規模、種類のものである。2007年夏、ハーモンホールの側壁に組み込まれた、フォープスパイプオルガンのお披露目コンサートがあった。このオルガンの購入と設置のために300万ドルの寄付があった。ありがとうございます。